こんにちは杉松子です、えー、本日も、えー、仕事場の隅にあります書棚の間からお送りしております、えー、短編小説が雑誌に掲載してだからなかなか書評の機会がないということで始めました短編小説レビューポッケに小さな小説を今日ご紹介しますのは、えー、ミステリーズ・ 2019年12月98号です、ね、に掲載されました、えー、短編です。えー、この号は、えー、今村正宏さんの「えー、詩人層の殺人がです、ねえー、映画化されるということもありまして、まあ、詩人層の特集になってるんですけれども、えー、その号にです、ね、今村さん多分初の短編長編じゃない作品だと思うんですけど「えー、明智京介最初でも最後でもない事件」という まあ、中編ですね、120枚長さ、言語用紙で120枚の長さがあるとされていますので、えー、短編が紹介されています、えー。この作品はですね、ちょっと長いので紹介するかどうか、まああの、ちょっとためらったこともあったんですけど、まあ、あの今村さんの多分初の短編だということで、えー、ご紹介する取材です、えー。主人公はですね、この明智京介ですね、す、え、で、ー、に今村さんには2つの長編があります。1つは、えー、今言った詩人の殺人 もう一つは魔眼のの墓殺人ですねこのうち、えー、詩人層の殺人のみに登場する、えー、探偵信仰、えー、大学だったかな、えー、の、えー、ミステリー愛好会の会長である明智恭介という人物が探偵役を務めます、えー、羽村君というです、ね、新入生を引き入れて二、えー、人だけのミステリー愛好会になったん、えー、ですけれども、えー、明智恭介がです、ね、目指すのはミス,テリーの、まあ、ミステリー小説の研究ではなく 本そのためにふだんから羽村くん後輩の羽村君と一緒に、まあ、探偵になるための訓練をしてるんですけど彼のところにようやく本当のです、ね、依頼がやってきたとこれはどういう事件かと言いますと、えー、同じ大学の、えー、コスプレ研究部というサークルがあってですねこれが古い校舎を、まあ、使って活動していると。 そこに侵入犯があって、えーそ、それはですね、その侵入者は、えー、窃盗の常習犯がその現場でなぜか気を失っているところを発見されて、まあ、彼が犯人だということで、まあ、解決したんですけれども、その窃盗犯の言い分によると、です、ね、もう1人侵入者がいて、そいつに殴られて気絶したというふうに言うんですね。でもしその、 彼の言い分が本当だとすると、えー、つまりその他に犯人がいるということになってです、ね、まあ、コスプレ研究部としては具合が悪いと、えー、顧問の方がまあ神経質な人で、場合によってはその部の存続に関わる問題であるから、まあ、真相を知りたいということで、まあ、このわらをもすがる思いで、この明智君にえ依頼をしてきたということですね。で今までの、えー 詩人層の殺人ですとか、真ん中の殺人という作品は、どちらかというと。まあ、現実元率から少し浮き上がったと言いますか。まあ、非非現実的なクローズサークルと言われるですね。場所を、えー、利用しての、まあ、事件だったわけですね。で、今回は日常の謎ということで、かなりギアチェンジした印象があります。これであの、えー、念頭に浮かぶのは、例えば、あの、青崎裕子さんですとか。ええー、米沢、米沢穂信さんのような、まあ、学園ものの、えー、ミステリー。 思い起こされる方も多いんじゃないかと思うんですけどそちらの本ですね青春小説風の、えー、味わいにかなりスライドして書いてる印象がありますねで今村さんはですね過去の作品、まあ、過去の二丁編でもですねかなりその読者の、まあ、読むことの利便性を考えてどういうふうに書けば読者が、まあえー、興味を失わずに読んでくれるかということを意識して書かれる方なんですね 短編においてはこういう短編小説でかつ、まあ、明智先輩と羽村くんというですね、二人の主人公を中心に置いた形の青春小説的な、えー、味わいが短編を読ませる上では、まあえー、いいだろうということで判断したんだと思うんですねかなりそのコミカルですし、えー、過去の二長編を読んだ方が読むとあこういうものも書けるんだという形で、まあ、意外に思われるんじゃないかなと思いますあの まあ、好みで言いますとね、120枚ではなく、もうちょっと短いものの方が僕は好みなんですけれども、まあ、あの、明智・羽村コンビというのがですね、この後もしかすると、最初でも最後でもないと言ってますからね、もしかするとこの後、えー、他の形で活躍するかもしれず、ちょっと幕開けになる事件ということで、えー、ちょっと、えー、興味を持って読んでいただけるんじゃないかなと思います。えー、あと作中にですね、えー、ちょっとあの、えー、これは、えー 詩人層とマガの箱を読まれた方のためのサービスかなと思われるような、まあ、サービスショットといいますかね仮名、えー、出演と思われる登場人物もあったりしてですねその辺も、えー、過去の作品を読んだ方には楽しむといいますか発見するとは楽しい喜びがあるんじゃないかと思いますね、えー、このあと、えー、今村さんがどんな短編を書いていかれるのかちょっと見守っ興味を持って見守っていきたいと思っておりますというわけで今回は「えー、ミステリーズ」 98号をご紹介いたしました、えー、また次週お会いしましょう